ヒューマンボムのダメージが180から220ダメージに変わったんですけれど、ヒューマンボムでインクアーマーをね、つけてるイカちゃんを倒せるようになったという情報が、あったんですけど、まあ、多分俺は、わからない。思ったんだけどさ、誰が宅配業者これ忘れてったべ置いてったべこれ宅配業者。全然気にしなかったけどさ。ここに詰まってんじゃん宅配。あ、入らないから置いてったの？怠慢な業者だな。はい、ではインクアーマーにヒューマンボムを当てていきたいと思います。ほい。あ、死なない。一撃じゃ死なないね。まあ、ちょっと弾かれる感じかな。